チームネオ柔道は各々が柔道という軸をベースにやってきた選手たちばかりで、その柔道ってものを信じて5人全員生きています。その柔道を生かして勝利したいと思います。自分は総合格闘技を始めるきっかけとなったのは UWF の存在があったからっていうのはこれ間違いないので、やっぱりこうどこを切ってもその柔っていうものは自分の体の中にはその血液となって流れてると思うんですよね。だから動きだったりとか技術だったりとか、なんかそういったものが全てそこにこう結びつくっていうことが起こっているんではないかなっていうふうに自分は思っています。まずレバナ選手に関しては、元全日本の強化選手もありますし、柔道もすごく強い。でまた柔道に関してはトリッキーな関節技、寝技をベースとした柔道をしてましたね。第1回大会でも桜庭選手と一進一退の攻防で、あわよくは取れるかなってシーンも何度かあったと思うんですけど、今回もビンビンな戦いをしてくれると思います。柔道時代から得意としている、関節技で、一本狙いに行きます。松本選手に関してはシュートの現世界王者、その柔道をベースとしてシュートの中でもチャンピオンになった選手です。首をひねって勝ちたいです。小澤選手は中学校の教員をされてるんですけど、アブダビコンバットの日本大会優勝したりとか、サンボの試合とかも、柔道ベースに戦って活躍されてる選手です。柔道小さい頃からやってきた、技を生かして、勝ちたいと思います。吉田選手は行動学者出身で、シュート、UFC だったりあらゆる土俵で、活躍されている選手で、抑え込みが強かったりとかブレない軸の強い選手ですね。柔道家らしくしっかり一本狙って、勝ちたいと思います。そうですね、横井はやっぱ粘り強いんで、組み技の体重のかけ方とか粘る感じっていうのはなんか独特のものがあるんですよね。相手にとってやりづらいタイプの選手かもしれないですね。自分の本当いいところを思いっきり出して、思いっきり戦っていきたいと思うんで、ノアは端的にもうすごい足感がすごい彼は上手なんで、どっかで得意の足関節をバーン入れてくれるのではないかな。すごい決め強いですからね。ショートタイツじゃないミノアマンが入れると思いますので、またそこも新鮮かなと思います。その中でのまた動きも、寝技だけの動きもぜひ見ていただきたいと思います。大輔は動きながらの中でポンってこうなんか決めるところをこう抑えてバチッてこう入れるので、その決めに入るタイミングがちょっと独特なので、だから相手選手が分かりづらいんだと思うんですよね。あ、このタイミングで決めに来るかみたいな。柔術とか柔道にはないプロレス技で決めに行きたいと思います。でところも同じくですけれども、ずらしがすごく上手なので、ずらしながらで決めの動作に入るところっていうのがスピードが変わらないんですよね。一切変わらない状態です関節トレーニングで、動き待ってるかなと思ってたら突然首取られてたりとか、すごくやりづらいと思いますね。U ジャパンの名に恥じないよう見せて勝ちたいと思います。楽しい、激アツ、めちゃめちゃ面白い寝技の団体戦ということで、自分で構成したチームネオ柔道で、ガンガン飛ばしていきたいなと思います。見に来てくれる人がいいもの見たなって言って帰ってもらえるような試合をやるべきだと思うし、そういったようなことをこう技術として見せられたらなおいいなとは思ってはいるんですけど、楽しみにしてますよ。